サミー・ナセリはフランスの俳優。出世時の名前はサイード・ナセリ。父親は西アルジェリアからの移民。母親はノルマンディー出身。パリ4区でアルジェリアかビール系の父とノルマンディー出身の母との間で生まれる。6人兄弟姉妹の中で3歳上の兄に脚本家のビビ・ナセリがいる。4区界隈のサンマルタンドーリア。 郊外のフォントネスイコールボアで育つ。16歳で学校を辞めて工事現場で働き始める。しかし、両親の離婚をきっかけに生活はすさみ22歳で刑務所に入っている。その後、俳優演劇学校で演技を学んだ後、1994年にリュック・ベッソンのレオに早くで出演し、ベッソンの目に留まることになる。1995年には、 トマジジュ監督の第2出演。1997年、リュック・ベッソン製作の通海カーアクション、タキシーの主役に抜擢され、スピード強のタクシー運転手を演じ、一役トップスターになった。この作品で、セザール賞有望若手団優勝にノミネート。以降、続編であるタキシー2、タキシー3、タキシー4にも出演している。 1998年の、ウンプールモーメントでロックンロール。1999年の、ラ・バス・ボンペイズ・クロードル・ルーシュ監督の、ユヌポア・トゥットなどに出演。2002年には、ハードアクション、スズメバチ・イザベル・アジャーニと共演した、愛の始まり、兄弟のビビナ・セリが脚本を務めた、ラ・メントレイなどに出演した。日本では、 タクシーシリーズの破天荒なイメージが定着しているが、2006年のカンヌ国際映画祭では、男優賞を受賞している実力派である。1995年に女優のマリー・ギアールと結婚。同年に息子が誕生したが、1998年に離婚した。その後の2000年代以降プライベートで前科が目立つ。2005年4月にはコカイン所持で逮捕された。 それ以外にも、暴行事件、飲酒運転、スピード違反、警察官への侮辱罪などで有罪判決を受けたことがある。タクシー NY には彼が出演する予定だったが、スピード違反で捕まり、クイーン・ラティファが出演することになった。2009年1月には、元交際相手ら数人とバーで口論となり、彼女らから電話で助けを求められて、バーを訪れた男性を、 ナイフで刺したことにより逮捕された。ありがとうございます。